これね、ライト行くやつはもう二流だから。マジでライト行く必要ない。もう、ライト直すやつは二流だとか言いながら、さ <laughs> <laughs> まあまあし、僕は真のクルーメイトなんで、まあ。さあ、よろしくお願いします。人狼ガチ勢の中でも、さらにガチ勢な、 トッ,プレト,ップトッププレイヤーたちの集いです。はい、ろう。どうしよううーん。これなんだっけ連打か。連タスク終わらせて。 電気は任してくれ。まあ、扉ー扉ー閉めて開けるふ、開けようとしてるタスクか、やっぱタスクのふりしながらあれするのが一番いいな。タスクのふりして。 えっとー扉閉めたりするのが一番いいんだろうなこれ何これ任せろ早、はい、はい いいボタン。おお、素晴らしい。おお。誰も死んでないというね。なるほど。なるほど。確認した上で押してます。うん。偉い。なんか、めちゃめちゃいいです。俺はなんか。いや、マジで、この方が行くと、通にタスクが。そうですね。タスクがそんなに良い。うん。サントス村を口を。なんか、右上。 ドキ高田剣心にこういや俺もめっちゃ今から俺死ぬんやと思っさ。ドキ右メドベー殺人事件が起きそうでしょいや俺も起きると思ったけど起きなかったからんから裏きしたくなっちゃった。それで言うと僕も序盤キルクールちょうど終わったぐらいのところにマックスさんと2人で実験場入ってましたけどいたね。死ななかったなっていうのはありますね。まあ別に僕はしろきしないですけどまあタスクで頑張りましょう。 うんうんうんあっゲさんとストリージで一緒になったなそうですね原は市田さんとストリージで2人っきりになってあそこってあんまり人来ないんで多分どっちか来るなら殺したい場所かなっていうのとあともう一箇所上ポンで梅賢さんだったと思うんですけど停電中に水色がシュッて入っていったんですけど梅賢さん上ポン来られました入りましたはいであん時殺されなかったので梅賢さんもまあまあ白いかなすれ違った人白いなと思ったけど色が見えなかったんですよねん マックスってどっちかインポスターじゃねえかなって思うじゃあマックスさんだマックスさんはね俺最後らへんすれ違ったけど殺されなかったよだってペアコーしたじゃねえかなって思うんだけどなしじゃどうなしょうねじゃあケンシーじゃあじケンシーね間違ってるからですねいやだって俺は なんかだって誰か殺すくね普通こんなに時間あったらって思ってんだけどでもマックスさんは殺しに来なかったので割と白メディア見ていますかいや分かんない分かんない分かんないそうな。わ割と長距離移動でしなんでプテハシさんそんな否定すんの僕のこといやだって分かんない強いて言うならあのまあいやないな別にないなないいかげんな人狼やったら黒の行動やけどな ないですタスクが終わっちゃうねーあんまり思考が頭が働いてないからもう何も考えずにタスクをやってもういちいちキャラを僕はもう覚えられないです。 はい、はいどうも。はい、どうも。はい、シャントスですえっと、ゲンさんが、えっとですね、ラボのちょっと手前、あ、すみません、実験室とラボを行き来するところの廊下ぐらいでつ、えー、死んでました。あ、マジで、うん、実験室とラボ,ラボ、はい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 。最終位ウェポンの中です。 うん。高田圭司がウェポンの中に入るのを目撃している。で、えっ、ー、と、僕、コミュニケーションの中にいたときに、終わったときにプテハシさんがいたのも見ている。はい。うん、から、この二人は違うかもまあ、僕も少なからず、スナパイさんは違うかなと思ってます。うん、えっと、黒とオレンジがマグマの近くにいたのが確認してます。はい、いた。で、俺、最終位置。俺、最終位置がね、<laughs> 実験所の前らへんだから、結構近くて。 うん、あ、一田はそのまま心電図見ようって思って、扉開けてたところでなりました。なるほど。新太郎さんと。まあ、そのセリフしかない。か。あれ、まあ、洗ってない人います。じゃ、あさんとさんのセリフしかないけど、僕目線は。誰かいる。慎太郎。え、本当に、あれ、漏れてない。いや、知ってる。タイミングがいつかわかんないから。そっか。その実験場の周りにいたとしても、まあ、例えば、殺して、ストレージから。 コミュニケーションの本に来て、弁当でとか言われてもわかんないから。ああ。あ、弁当あるのか。一時的に弁当あるのか。じゃあ、じゃあ、ごめん、プテハシさんは違うって言ったけど。一応弁当大移動でコミュニケーション入ってきた説はあるわ。うん。日本に入った高田健志を見てるから、高田健志の方は。あの、そのまま生きてる。と、めちゃくちゃ喋りたくて。はい。えっと、見つけたサントスさんは、その前何してたんですか。えっと。 あのー、ラボのところの入り口のところかな、うん、でやっててであのー、出ていこうとしたときに光ったみたいな感じです。あやめ、うん、あ、スペンチマークがわからない。えー、えっと。ええ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 え。ええ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 。えええ。えええ。ええ。え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 えええ。ええ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  誰か僕見つけたなこんなもんわからいよこんなもんはんー任せてくれ怖い怖い怖い,怖い、はい、はいはいはい、はい、えー、っと サントスさんがえっ、ー、と、はい、ラボの中でえっ、ー、とシンデレゲンさんを見つけたんですよね。あ、あ、違いますみませあのラボと実験所の行き来する通路です。あ、通路で見たんですか。つ通路です。通路です。えっとサントスさんって誰かえっ、ー、といましたラボに。ラボの奥まで行ってないです。ラボの初めの部屋、初めの部屋って言う大ですけど、実験場から入る部屋でやってでその後 さっきもメットベイの奥のも終わってるので、出て,ていくっていう時に見つけたみたいな感じです。<laughs> なるほど。えっとな、何が言いたいかというと、ずっと僕、アドミンで一を見ていたんですよ、みんなの位置を。そしたら、コミュニケーションに2人と、うん、ラボにずっと2人いて、はいえっとそれがずっと動いてなかったんですよ。うんでえっと だいぶ長い間ずっと22の状態で止まっていたからえっと誰かが入ってきて殺したとかじゃないと思ってるんですね。死体がその死体がでもその通路だったんだったら表示されてないってことですか、えっと、ラボって表示されてる場合は入るはずですね。その通路に入った時にラボって出るんだったら出ると思いますよ。ん通路にじゃあ,んあうそこはえっと表示されますかドミンあの アドミニンのやつ。されるの？どですね。いや、されないとラボラトレで出ると思いますけど。実験場の下の通路でしょ。なんか画像の紫の。あそこ入った瞬間ラボラトリで出るはず。あ、画像の紫色のとこですよ。はい、死んでるのは。その紫のところはアドミンのやつで表示されますかどう。されないる。え、嘘。されるんじゃないわかんない。 そこで、俺、どっちだっすよ。とりあえず、ずっと2個だったんですよ、コミュニケーションとラボが。今の話。あ、待って、待って、待って、憶測の話だから。待って、あの通路に入って、通路で殺して、そこから引き返したしかないよね、サントスさんが犯人じゃないケース。そうね。それは要検証だと思います。まあでも、ずっといて、わざわざセルフする必要もよくわかんないですけどね。マックさは1回行ってみたら、ラボラトリーまで。 かかやん <laughs> いやーわざわざ押すんかねーセルフをねー。が僕左側にタスクもうねえのか。 こん,んーあこれじゃん初手あーこれあ左から行った方がよかったかこれ死体死体発見できないねー 終わるぞこれ,あこ,れこれねライトいくやつはもう二流だからマジでライトいく必要ないライトは浅い浅い動きお見つけましたーえっとー、はい、見つけたのは実験所の下 実験所の下で、えっ、ー、と、梅健さんが死んでました。実験所。一、うん、田、今、ラボからエレクトリカルに行ったんですけど、実験所スナパイと梅健さんのラボに一緒にいたって感じなんですよね、<僕>最後、はいうん。俺、メッドウェイの奥に用事があって、で、そのままスペチメンルーム方面に向かう途中だったよ。一、うん、田さんしかいなくない僕はエレクトリカルまで行きました。で、梅健さんはその、 僕よりも左にいる段状態で僕はエレクトリカルに向かったんで僕がスナパイさんかなって思っちゃうけどまあ弁当<え>もあるけどえ,えっとごめんなさい市田さんはエレクトリカルに行ったとでその時にえ,えっと梅健さんは自分の右後ろ側にいたんですかえ梅健さんの下行ってどの辺にありましたか実験場の真下ですあ僕は<え>梅健さんとそこですれ違ってやってるからもう梅健さんがラボの中にいてで僕がラボから出てエレクトリカルに行ったんで 実験所の前では梅さんとはすれ違ってすあじゃあ、スナーパイさんがその辺で殺して、スナーパイさんは下の方に、方法室の方に向かったのかなっていう感じですか、うん、なるほど。えっと、まあ、僕はもうタスクがほとんど残ってないので、もうライト直すやつは二流だとか言いながら、タスクをやる、ね。タスク <laughs> これそれは知らん。二流がいっぱいいたと思うんですけど。 ま <laughs> まあまあし僕は真のクルーメイトなんで、まあ、タスクを要請したと。まあ、その時に見つけましたね、<laughs> 実験場の下で。だから、スナパイさんと、うん、えっと、イチタさん、どっちかなんでしょうね、きっとね。たぶん、第三者視点でそうじゃないかな。うん、他に候補がないと思う。うんうん、プテハシさんってどっから見つけたのえっと、僕は、えっ、ー、と、ラボの方から行き、 えっといい惑星を見つけて標本室、女性室って言って、また戻って、えー、実験所で見つけました。じゃあ俺がメドベニーの時だな。あのスキャンあ間違って入れちゃった。危な俺スナパイさんに入れようと思って一田さんにちゃった。新太郎さんはねろだと思います。ね、僕、スキップに入れましたよ。誰か釣った方がいいのかねこ僕,僕、もう終わりなんだが、タスク。 タスクも終わりだから、これ、あれだね、終わって、や、もう直すん、直し、んタスク終わらせて、ほいで、ほいで、ボタン鳴らして、って感じかな。 タスクが早い気がすんだよなー「ライムが死んでる」って出てるけどライムが死んでるらしいぞライムって誰だ マックスさんマックスさんいつ死んだタスクタスク量はこれあのマックスですまさにマックスあはいーあら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 よかったーこれ 一田さんが死んでるのか。一田さんが死んでいて、ね、えっとスナパイさんが九十九パーセントキラーですね。はい、合ってます。え、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 <laughs> え、ここスナパイさん飲むのか。どうしたの？え、九十九パーセント残り一どこだと思います。ペースサントス。え、私高田さんじゃないと思ってるけど。 え、だって何なのあの動き俺も怖すぎてば爆速で逃げたけど最後 <laughs> いや<え>私普通にマジでえ何の意図があってのあの動きだったかだけ教えてえごめんなさい普通に、うん、あのタスクの位置勘違いして入ろうとして地図見たらあこっちだっていう動きだったんでありがたいえ,ー、<の>え変に見えた最後なんかごめんなさい私そんなのいやだ<何>からほらあのカフェのさ、はい あのオフィスのところの左下の飛び出しまって、はいで、俺が左側のさウェイポンとコミュニケーションの,あの間抜けようとした時にさ、なんかこうカフェの方行こうとして、俺が左行ったら左が追いかけてくるから、えやばいとかっていや,いや、私カフェの方じゃなくて、普通にタスクリストと記憶混在してて、<ジ>あそんな変に見えたなごめんなさい、なんか勘違いさせて。いやいやこ、怖くて俺はとりあえず逃げてた。ごめんなさい、普通に位置は、はい、左に残ってて、なんか記憶、真ん中に残ってたなっていう、うっすらした記憶で。<laughs> っていうないちょっとあの、あの一田さんが死んだ、どの一田さんの死体だと思うんですよ、その確か、標本室のところに行ったの。あってますよ。で、えっと、慎太郎を殺したのが、多分さん、えっとそのもう一人の犯人だと思います。マックスさんがし、し、えっと死んだ、心電図で死んだることを、慎太郎とし緒僕僕、確認してるんですよ。で、うん、死体が一田さんだったから、多分スナパイさんが一田さんを殺していて。 えっともう一人の人が慎太郎を殺してると思うのです、なんか慎太郎を殺せそうな人を犯人だということで。違います、違います。今のターン殺したのはマックスさんですよ。いやいや、違います、違います。それは違います。じゃあ、マックスさんと一田さん両方僕ですいや。いや、知らない、知らない。<laughs> <laughs> なんか駆け引きが始まってる。<laughs> <laughs> えー、ああ、なんでなのタスクで頑張りましょう、<い>タスクで。熱い、熱い。唐揚げになっちゃう。<laughs> かわいい。揚げ。

はははいはい、はい、あのー、<わ>ど,どうですかタスクの調子は俺は終わった僕あと僕だけですねこれ私1ありますすいませんまあ2人がであるとさんもしかしてあのあれですかその、ここの左上ですかここの左上やって右下いってって感じです、ね、あーなるほどじゃあとサントさんあと1個、うん、はいはいサントさん左,左上のことを直してくれてましたよね多分ねはいクター左上直しましたサントさんああサントスな気がするな 高田さんとプテハシさん一緒に動いておいてもらった方がいいますね。僕とサントスさんがバラバラに動いた方が良さそうですね、これ。うん、えっと、何でしたっけサントスさんがあと1個でアルトさんがあと2個もう助ける選手もらって。じゃあ、プテハシは。じねそうですね。は。いボタンありますっけ高田さん。ありますよ。あ、オッケーいいね。じゃあ、あれあれしましょうか。あの 上のブーブーなったときは僕が左上行くんであ、まあ、はい上手いことやりましょう上手いこと、はい、はい、タスク頑張ってはい、はい、お願いしますニュートでお願いします,い,しますいや、これはいけそうだね サントスさんだなぁ、動きが動きがくれーよんふふ。 アルトさん、信じてたのにアルトさん、高田さん白く見えてたんだけどな、ずっと。どっちだと思いますかただ、た高田さん,ん、高田さん普通にドア開けてくれたしないろいろ。そう,だよそう、めっちゃいろいろ一緒に走り回ってた時多かったんで、サントスさんと全然会ってないからサントスさんになっちゃうけど、サントスさん、えー、白アピアあります。さん いや対アルトさんに対してですよね、会ってないですよね、おっしゃる通り、アルトさんと会ってなくて、<う>過去、殺人が起きた話についても、なんかここにいたからこうっていうのも、もう死んじゃってる人たちばっかで、で唯一、一番白く話してくれると思ってた高田さんが最後、目の前で殺してたので、<laughs> なんか内心ショックだったんで、<laughs> じゃこれからサントスさんの黒アピールさせてもらっていいっすか。 初日って俺サントスさんとあのー、ラボのメッドベイの時に、ね、一緒に上、はい、なったじゃないですか。はははい、はいはい、はい、でサントスさんって実験室側から入ってきたじゃないですか。はいそっちルート行きました。はい、はいいでアルトさんに考えてもらいたいんですけど実験室側からタスクがある状態で入ってくるときってラボのタスク先やると思いません メドベイのタスごめんなさい、それは本当に言う通りで、はいあの、やり忘れ事件です。はい、2>, 2日目、サントスさんはラボに行ってるんですよね。てますねそう。で、ごめんなさい、これガチで、あのー、これ理由があって <laughs> あの、メドベイの1日目1のやつ、あの試験管のやつだと思ったんですよ。で先に試験管やらないとなと思って近づいたらあ、メドベイだった、失敗したと思ってなって、でラボの入り口のところを後回しにしたんで、 2>, あの2回行ったのは、はい、変に見えるのはおっしゃる通りかなとま、まあ、あと誰だっけ、えっと、一番最初にいなくなってたのマックスさんがなんかアドミンで見てた言ってたのその時の容疑者サントスさんぐらいしかもう残ってないんで<ら>サントスさんになるかなもう白い情報が私してないのでなんかな<や> <laughs> 素晴らしい美しい勝利でしたあそんなそんなんですまない おおやるな。やばい,い,いなー。いやー、すなばいですみません。もう <laughs> <後>いや結果論なんだけどね、あのサントさんが誰でもいいから一キルしてたのか。いやでねそれをね、うん、めっちゃ思って高田研修を見つけたほど思いました。最後。思だかの俺めっちゃ死ぬ気で。いいた <laughs> <う>おかしいおかしいと思ってめっちゃ思い込ん <laughs> <laughs> 私も多分あそこでキルすれば終わるかなと思ってめっちゃ追いかけてめっちゃ逃げられたんですよ。<laughs> <laughs> いや、追いつかなかった。ごめんなさい。追いつなかなかったじゃん、俺。あれ逃げなかったら本当に負けてたのかう、うんもう。もう殺す気満々で追いましたねい,いやー、えらい。<laughs> ナイスすぎる。ナイス逃げえ。結局、あのアドミンのあそこはどうなの <laughs> 一応、入ってみたらすぐラ出たんで、ラボラトリーって、うん、あの通路入った瞬間。 多分で表示されると思いますよ。あ、なるほど。ああ、マップ、あ、そうか。実際、実際、さんとさんのキルだし、そうですね。じゃあ、合ってるんですね。合ってるめちゃめちゃ疑ってたんですよね、さんとさん。あ、でも、死んだ位置は通路でしたね。あ、で、通路がだから、通路も多分ラボ表示になるうぽい。はい、カウント表示になりますね。アドミンにられてるのは本当に予想外だったね。はい、予想外でした。実験所も多分普通にラボで表示されるはずなので。あ、そうなの 実験所って命名がないんですよね、確かそこ。あ、そうなんだ。これ、電気上多分書かれてて、ああ、なるほどね。普通に使用で逃げ切りましたね、1い秒。そういうことか。使用が分かんないから逃げた。現田死んだときに、一田さんがあと5秒ぐらいで心電図見ますみたいようとしてましたってくだりあったじゃないですか。あそこやっぱりすごく惜しくて、サントスさん、私殺した直後にレポートなんですよね。 だからもし新年図見てたらもうトとんのセレブだってら、ね、<う>一応3確定してたのでちょっと5秒遅かったらもうっていう感じだったんでったっ僅差でしたね。